中島砦、または、中島砦は、織田信長が、今川義元との戦いの際に、鳴海城を囲むように築いた三砦の一つ。所在地は、愛知県名古屋市緑区鳴海町下中。千川と手越川の合流点付近2月終わりで、勢力を伸ばしていた、織田信秀の死後、この信長が後を継ぐと、信秀に従っていた鳴海城主山口京次が、 駿河の今川義元に寝返り、義元は大高城を主中にした。そこで信長は大高城に対して、丹下取りで、前生寺取りで、中島取りでを築き、さらに大高城と鳴海城の間を遮断するために、丸根取りでと鷲津取りでを築いた。中島取りでは、首相として、梶川高秀が置かれた。A63 年5月19日、 今川義元が終わりに進行してくると、信長は、清須城を出陣するが、和津丸目両取りでは落とされてしまった。信長はまず、丹下取りで入り、次に、前正寺取りで移った。その時義元は、桶は、座ま山で休息しており、信長がさらに、中島取りでに移ろうとしたところ、脇は深田で一騎ずつしか通れない道で敵から、 丸見えなため過労衆が止めたが、信長は振り切って、中島砦に移った。その時点で、信長軍は二戦足らずだったが、またしても過労衆が止めるのを、敵方は戦闘で疲れていると判断した信長は、吉本本隊に突撃し、ついに、吉本を廃止させた。その結果、今川軍は、尾張から撤退し、中島砦でも、役割を終えた。 千川と手越川の合流地点に位置し、一帯は宅地化されていて、個人宅の庭に1927年に、鳴海町により建立された、中島城市の石碑がある。名鉄鳴海駅より南東へ、徒歩約5分。ありがとうございます。